さんぜや、ペカチュア。どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。ヤロです。はい、本日発売の名探偵ピカチュウ、早速シンプルでカジュアルの2人でプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いや探偵もの好きなもんでねやってみたかったですわ。コナンをはじめとしてね、コナンをはじめとして相棒やら何やらね、はいはいはい、はいはい、推理していきたいと思いますよ。なるほど。このゲーム実は2年前に出ているらしくて、それの続編らしいです。知らなかったバリ知らんかったです。あっただからそれの続きのストーリーが追加されてるらしいんですけど、あ、じゃあイボイ前回じゃ完結できてなかったっていうこと。そうらしい。続きもの作る前提でやっとったんやね。いやもう売れる見込みありすぎてるやろそれそうなんか、うん、のわりに知らんかったな、うん、私たち。早速やっていきましょう。はい、お願いします。初めから、あ、ちょっとね試しにやってみたんで、はい、上書きして初めからやっていきます。ゴー。手助けモードはいらんよ。いらんね。いらん、手助けなしで。これマサノシンやったら絶対手助け必要やったけど、うん、そうね。進化時の頭脳ブレインと呼ばれてる2人が手を組んだってことはよ。誰に呼ばれたこと自称すぎてやばい。自称かおお、いや絵がすごいわ。めっちゃ綺麗。ピカチュウ絵すごいし、うん、いやマジで映画感あるね。ほんとやな。帽子のっけた。かわいい。こいつが探偵？なるほど。ピカチュウが探偵な。名探偵ピカチュウ。おい。ピカ。あ、またあの夢か。めっちゃ声おっさんや。声おっさんやな、マジで。うん、これ。かわいこちゃん。ナンパすんの？ピカ。ピカピカピカ。ピカ。おいおい、タイツ履いてなかったら犯罪ぞ。ほんとそう、ほんとにそう、その視線から俺は分かんないよ。おい、おう、めっちゃ性格もおっさんなんやな。うん、ナンパ1回ダメだっただけでそんな憂鬱なっちゃいかんよ確かに、うん、100人で1個当たればいいと思ったけナンパの心構えいらん。あ、こいつは誰。あ、ヤブクロン、ヤブクロン地下鉄に合うね。上野まるで上野駅上野駅にすんな。上野の深夜まるでヤブクロンばっかり。ヤブクロン、おらおら汚ねえけど、うん、いや上野駅にすんな、うん、アメリカやな、なんかニューヨークシティみたいな。ぽいぽい、うん、建物が日本じゃないな。うん、お父さんが姿を消して2ヶ月。え、父さんがいないの。僕は手がかりを探しにこの町へやってきた。失踪したんや、父さん。父さんの友人に話を聞くつもりだ。ほうほう。ティム・グッドマン名前グッドマンだ。 笑ってしまうけど凌介、凌介や。ああ、日本で言うところの凌介。凌介で凌介凌介や。ああそういうことか。ああ、これはエイパム何匹もるぞ。ほんとやな。あ、なんか持ってる。取ってる。なんやろ。え、何あれ。アイゼン、大丈夫？そっちをお願いします。あ、囲え、囲んだぞ。トライアングルフォーメーションや、うん、やれやれ。はあ、やばい。助っ人がおった。助っ人がおったな。そのままじっとしてろよ。そんなこと言っても。耳、それは俺だ。ごめんなさい、おじさん。ピカチュウ？ピカチュウ？耳が伸びるだろう。いいから話せ。あら、なんかおかしいぞ。え、耳が喋ってたの。もっとソフトに下ろせよな。嘘だろ。ごめん。ん？おっと、気づいた。あ、言葉が通じてるのか。通じてる？言葉が。探偵棒が取れる。なんか下になんか出てくるんやね、説明文みたいな。独り言。うん。あ、周りはやっぱり分かってない。ああ、霊感があるみたいなそんなスピリチュアルなの。でも霊と喋っとる人おるらしいよ。そうなん。うん、俺のバイト先におるぜ。え、マジで。うん、霊と喋る人、うん、だから霊はめっちゃ見えるみたいな。え、嘘。めっちゃ嘘くさいけど、ね。うん、いや、かまってちゃんっぽいけどな。いや、マジでどうなんやろ、うん、姉ちゃんがいつもさ、なんか、うん、あ、なんか肩重いよねって言って帰ってきた時は大体おばさんが座ってるって。そうなん。嘘つけやろ。おばさんが座ってる、うん、ああちょっとだいぶ涼しよ。雑談しよった。なんか用事でもあるか。お、うん、でもこっちの方が大事だし、早めに着いてるから約束には間に合うと思う。なるほど。寄る場所があるなら後で案内してやるよ。頼もしいね。さあ行くぞ。奴らを捕まえてネックレスを取り返すんだ。おっしゃ。あ、移動できる。ここから移動ができると。なるほど。
あれ？え？おい、どこ？おかしい。おい、涼介。おかしい。お涼介。おる。お前さじくれんよ。早く進ませてくれ。あ、オッケー。ここの尺いらんよ。オッケー、うん。こっから長いかもしれんのに。そうや。エイパも追いかけろ。あ！屋台で。マジ猿。うん、マジ猿と。何やってんだ。あ、ケチャップ。あー、あんなにケチャップつけたら台無しじゃねえか。ほんとやな。ケチャップでパンが、え、何光ってる。オッケー。何絵押せって。あー、アクションゲー。すごいすごいすごい。そういうのもあるよね。はいはい。謎解きだけじゃないっていう。なるほど。全部食うかい。食えた。あんま良くないぞピカチュウに。ケチャップつけすぎも結構いけるな。いやー、いけるんかい。いけるんかい。いけるんかい。お、あーこれ、あー強い強い強い。オッケーオッケーオッケー。加藤名人、加藤名人。加藤名人ほど早い、うん、誰？加藤名人誰だっけ。高橋名人。あ、高橋。ただの何かの名人やそれ。ひふみやったわ。加藤名人はひふみやわ。ひふみやった。珍しくやつらだ。上行ったぞ。うわ、あー、そんなことして、ダメやぞ。あれを使うぞ。あれ何？勝手に使っていいの、そういうの。危ないって。ほんと危ないって。うん、上げてくれ。あ、上がるの。おお、いいのこんなの。あ、俺のことはいい。あ、あ、ファイトー。あ、そんな一発。そんなノリじゃない絶対。ファイト一発じゃない。しかも A パムも、 A パムや、ほんとや、 A パムもや。あ、助かった。まあ、ありがとうよ。いちゃつくな。そののんきに言っとる場合じゃないと、うん、逃げられちまったか。あ、逃げられた。しょうもな、お前ら。しょうもなってない、うん。やはりもういないか。しかし派手にやりやがったな。本当だな。うん、まさか街中でポケモンがこんな好き勝手にするなんて、うん、まあ実は最近こんな事件多いんだ。そうなんや。僕がいきなり暴れたいな。あ、今回ちょっと違う気がするんだな。うん、A パムの本質って感じがするけど。本質なんや、あれは。A パムたちは？バカ女や。それが見失って。ネックレスはもう面目はありません。おい、何を暗くなってんだ。痕跡残っとるだろ、お前。ちょっと調べりゃエイパムの奇跡ぐらいすぐ分かるぞ。そうなの。え、そんなことできるの、ピカチュウが。なんだ、疑ってるのか。俺はいいから、お嬢さんたちに伝えてくれ。ネックレスは俺たちが取り戻すからってよ。安心しろってな。うん、うん。あのね、心配しないで、ネックレスは僕たちが取り返すよ。あ、そっか、ピカチュウが喋っても聞こえないからね。なるほどね、通訳みたいな感じだった。本当ありがとう、お兄たん。バカ娘や。バカ女にバカ娘、うん、バカからバカが生まれる。DNA をめちゃめちゃ受け継いだ娘やったね。一体娘の話。それは俺、俺やな、それは。偏見マジ、うん、せっかくお前がいることだし、まずは聞き込みだな。なるほど。エイパムやネックレスを見なかったか、ここら辺のやつに聞いてみろ。オッケー。俺じゃ人間じゃ喋れねえからな、頼んだぞ。任せろよ、それぐらいしか脳がねえから。手帳とペン持ったよ。あ、持ってるよ。うん、その手帳に聞き込みした証言や証拠書き込んどけ。オッケー。あとで推理するので使うから。ああ、オッケー。だいぶ僕たちの役が入っとる。オッケー、話聞いていくよ。順番に話聞いていこうか。このお団子、うん、お団子お姉さん、どうかした。あ、ちょっとセクシー。こっちにエイパムが逃げてきませんでしたか。ああ、私の頭の上を飛び越えていったよ。ほう、こっちでもやりたい放題だから。そうみたいだね。誰と喋ってるの。いえ、あの、そのエイパムはどっちへ。あっちよ、銀行の方ね。ほう、右が銀行なのね。オッケー、ありがとう。銀行へ逃げた今。ほうほうほう、なかなかうまいぞ、この調子で聞き込みだ。なるほどね、オッケー。ね、ピカチュウ、ちょっとあっちに行かない。なんだ急に。ちょっとお話しようよ。あ、いいよ。な、告白か。なわけねえ。さっきうっかり君と喋っちゃって、あの人変な顔してたよね。いや、変な顔もともとじゃ。誰が。あ、ちょっと、ピカチュウの声で違う。あ、そうだったか、まあ、当然の反応だが、おかしな奴と思われると話を引き出しにくくなりそうだな。うん、人前では気をつけるよ。あ、だが話せないも不便だからな。俺が話あるときはサイン送る、どうだ。なるほど、うん、いいアイデアだね。キャッチャーみたいにかな。なるほど、指とかでね。うん、早速試してみるぞ。サインに気づいたら話しかけてくれ。オッケー。何サインどんなサインだよ。おいおいおいって言うよ。おいおいおいサインじゃねえ、呼びかけとやろ、それ。お
かっこよく言うな、サインとか呼ぶからでいいや。気になることがあったらお前にサインを送るから見逃すなよ。めっちゃ話しかけてくれるで、うん、でもめちゃめちゃいい上司って感じするね。確かに、うん、いいね。なんかちゃんとメモ取れって言うしね、こいつ。うんうんうん。おしゃれボーイ、トリミアン。いいな、おしゃれボーイ。ね、欲しい称号や。金ねえとな、でもやっぱ。そうやな、おしゃれは金やな。うん、金ねえもんな。顔じゃねえもんな。顔じゃないって。顔ブッサイクでもおしゃれしとったらなんとなくな。でも、なんかブスがさ、うん、ブスっていうか、めちゃめちゃかっこいいやつがさ、うん、なんか変な服着てもさ、うん、なんかもうおしゃれに見える。そういうおしゃれみたいなね。うんうんうん、すんげえ花柄の出すやつ着ても、うんうん、なんか。あるよなってなるもん。でも結局顔、顔、うん、おしゃれボーイというよりっていうことは、おしゃれボーイって言われてるってことはイケメンじゃない。あー、なるほどなるほどなるほど、なるほど、そういうことじゃない。はいはいはい。イケメンはだってもうイケメン、もうこの話どうでもいいよ。エイパも追ってるんだけど、何かない？トリミアンちゃんいたずらされてさ、ヘアボサボサ、やだ。ギャルや。そう、ドレッドお兄さん、うん、なんだ。おお、エイパムについて。こっちにエイパムが来ませんでした？いきなり屋根が降ってきたからびっくりした。ああ、そっか、うん。どっちへ行ったの？一匹はこの道まっすぐ行って公園の方行った。ああ、なるほど。他にも何匹か取ったけどバラバラ逃げてたからな。ああ、そっか、うん。公園逃げたやつがいるんだね。ありがとう。結構これは有力だな。そうやな。うん。いいぞ、一匹は行き先見つかったな。つかめたな。おう、なるほど、一匹が右で一匹が奥ね。うん。オッケーオッケー。あ、ホルードがおる。ホルード。いけるんや、ホルード。話せる。本当だ。掘るのはお任せ。ホルード。そんなないけどね。ホルード工務店みたいなね、うん。ドッキリでしか使わんから。掘るの。うん。ルド？ホルードっぽい。うん。エイパムを見なかったか。ピカチュウ。ルド？ふむふむ。そうか。だってよ。え、何？分からん分からん。なんて言ってたの？分からなかったわ。分かるかい。うん、鳴き声にしか聞こなかったよ。ピカチュウの声しか聞こえ、わからん。そうやな、確かに。ほんと運命の出会いや。ほんとやな。俺の言葉しかわからないから、うん、エイパムならたくさん逃げてったよ。たくさん？証言としては大雑把すぎるけどな。確かに、たくさん逃げてった。知ってるわ。ピカチュウがいればポケモンへの聞き込みもバッチリだね。じゃあトリミア、おいサイン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 、ナックル、ナックルのサインが。ナックルかよ。それは首振らせてもらうわ。エイパムのやつ、二手に分かれて逃げたようだな、うん、ネックレスを持ったエイパムはどっちに行ったんだ。そうやな、二手に分かれてるから周りの人に話聞いたけど、手がかりはなかったよ、うん、こういう時は証拠探すんだよ。ほう、これだけ派手にあったんだ、あたりを注意深く調べれば何か出てくるさ。例えばあのシャッターだ。シャッター調べてみろ。シャッターって何かあったっけ。シャッター、シャッター、おーおー、ネックレスを持っていったエイパムの痕跡があるはずだ。ああ、怪しい場所を片っ端から調べるぞ。おう、それをしとるんや、今。それをしとるんや。水を刺すな。勢いがなくなるやん。うん、あ、これね。あ、ペンキをたどっていけば。なるほど。うん。そうやん。あ、エイパの尻尾の形だな。他にもないか探してみようぜ。尻尾跡ね。うん。オッケー。尻尾跡があった？あ、あるある。お、これ。赤い跡が。ケチャップの匂いだ。それにこの形。うん。エイパの尻尾に違う。やつらホットドッグをベトベトにしてたからな。あ、そうやったな。あの時のケチャップ。これが手がかりになりそうだな、ケチャップについて。聞き込みだ。ここらのやつに話を聞いてみろ。ケチャップについての聞き込み。うん、そうだね、そうだね。オッケー。キャップをかぶった兄ちゃんね。うん、質問変えれば同じやつにも聞けるっていう、新しいこと聞けるっていう。なるほど。なんだい？お、ケチャップについて聞けるね。すぐそこでケチャップ跡見ました。何かあったんですか？あ、エイパムが大暴れしたんだ。そこのテーブルの尻尾でわーって。ほんとや、割れ倒れとる。一撃でひっくり返す。一撃でテーブルを。エイパム、強っ。おいおい、ビビるな。俺がついとるやな。頼もしい。うん。ピカチュウには10万ボルトがあるもんね。邪魔だ。そうだね。ないやつの口調やん。電気色系ピカチュウやな。嘘やん。いや、アイアンテールを軸にしとる可能性ある。あアニポケね。あいつ両党やけどね。アニポケだね。何やともあれ、新しい情報が聞けたな。うん、何でも聞いてみても大事。なるほど、うん、オッケー。じゃあ、おお、近っ近っ近っ。お、いいね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 。うなじがいいね。うなじもいいけど、俺はその膨らみがいいね。これコンプラマジだ。ルードもまだあるかも。ルードルードエイパムを見た
たって言ってたよな、うん、尻尾が赤いやつじゃなかったか。あ、そうやん、ルーだ。なんつったよ。なに、どうしたの。赤い尻尾のエイパムがネックレスを持ってったらしい。赤い方やったんや。すごい手がかりやな。これはやばい。ああ、ルーサンキュー。ルーだ。ありがとう。これはすごいでかいな。いけるな。よし、だいぶ情報が詰まった。そろそろ推理を始めよう。ほう。え、推理ってどうすんの。これまで手に入れた証言や証拠をもとにエイパムの行方を考えるんだ。なるほど、なるほど。お前の手帳の新しいページ、推理メモ作るんだ。お、手帳の書き方教えてくれる。書き方まで。いい上司。いい上司やな。理想の上司やん。確かに最初ね、なんかほんと書き方難しいもんね。難しい。なんか過剰書きにしてみるけどさ、なんか、はいはいはい、何のことやったっけみたいになるもんね。おー、まとまらんけど、うん、お、うまい。ノートうまい。そう、すごっ。お前が書いた図の通り、なんか道は地面のえぐれ具合とかもちょっと書いてある。いらんやろ。そして2匹のエイパムはそれぞれ別の道に逃げたって証言。あ、そうやったね、うん、さて、俺たちのいいね、なんか推理ショーって感じ。始まったね、推理シーンやね、マジで。うん、俺たちは違う。俺たちはマジ違う。素人じゃねえからな。うん、やつらの尻尾の俺たちは名探偵。どこで見たか。ブレインだからな。うん、進化時のブレインだから。さあ、白がこっちやったよ。白がそっちや。うん、オッケーオッケー、リセットね。で、赤がそっちやな。オッケー、うん、わかるよ。よく覚えてたな。よく褒める、いい調子だ。確かに、褒めて伸ばすタイプもマジで必要だ。オッケー。ある証言を聞いてるからな。ある証言。だって、それはどの証言だ。エイパムが、うん、証言。あ、あれや、赤がね、はい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 。いや、これこの図でめちゃめちゃ分かりやすいね。ほんとやな。もう道2つしかないのにさ。そうやね。うん、あ、ノートの取り方うまい。うまいね。うん、これだ。ネックレスを持ったエイパムはどっちに逃げた。これはもうね、これはもう素人でも分かる。ってことは、うん、そっちじゃないよ。あ、こっちじゃないと。そっちじゃないよ。いきなりバカになるな。バカぶるな、マジで。正解だ。だって簡単すぎたもん。順調すぎるからって、お前。確かに探偵もの一人はね、なんか、うん、え、なんでですかって言う人おるもんね。そうそう、うん、相棒しかりな。うん、相棒しかり。相棒の最初はね、うん、神山くんとかマジ情熱だけのバカやったけど、うん、神山くん。コナンもうな重を食べたがるやつとか俺が。ゲンタね。お前死ぬぞ。言わん言わん言わん。そんな警告いせんやろあいつ。ダメですよゲンタくん。あ、みつひこや。ゲンタくんたらやだ。はい、みちゃんや。もうほんと許さないでから。はい、笑う。全部やるやん、お前。バラ。コナンやんな。そのライバルやったらダメやろ。名探偵の。全然ムービー見てなかったよ。グッドマン。お、ティムでなんか反応してる。ティムに反応した。うん、何？お前も名字もしかしてティム？ティムピカチュウなんだ。ティムピカチュウ。ちょっと待って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 。エイパム？お、え？事件の香りだ。面白くなってきたな。いや、それダメやろ。痛いエイパム？痛いに触れるな。手がかりがあるんだ。痛いに触れるな、お前ら。木の実？見たところ大きな外傷はないし、バリ血まみれやけど、血まみれっぽいけど、ネックレスが見当たらないよ。ネックレスがない？原因を調べれば答えが見つかるはずだ。なんだって。ご視聴ありがとうございました。ネクストピカチュウズヒント、漬物石。いや、どこで使うんそれ。次回も見てくれよな。